我々その国会議員というのは一体何を付託されているのかというのを常々考えているんですが、結局政治的資源としての時間をお預かりしているんだと思うんです。その中で議論をして物事を決めて、そして世の中を動かしていくという意味ではですね、今国会非常に時間がタイトになっていると思います。まあ、私はそのことは野党の18日間の審議拒否の話はあえてしません。まあ、そのしませんが、まあ、基本的には我々はそういう話ではなくて、物事を決める前向きな議論がしたいというふうに思っています。ですから政治的な資源の時間というものは預かっている我々は、与党野党を含めてですね、建設的な議論をきっちりやっていくことがやっぱり重要なんですよ。